ちまちまチャンネルです。今日は魚沼市で超有名なあるお蕎麦屋さんに来ました。めっちゃ並ぶんですよ。すごい行列のできるお店で、今日はちょっと営業終了後に、はい、特別にお時間をいただいて、じゃないと食べれないんで特別に。じゃあ今日は平石亭さんに行ってきましょう。行きましょう。魚沼市大白川のそばどころ平石亭。平石亭は JR 只見線大白川駅の2階で2003年にオープンし、県外客も多く訪れる人気のそば屋です。あの中越大震災の1年前です、まあ、旧入広瀬村の時代からここの施設がちょっとラーメン屋さんとか入ってたんですけども、これが開いて10年ぐらい経って誰かやらないかっていうの話をいただいて、まあ、悩んだ末にそば屋をやってみようかと。すげえっすねすごいっすね。この景色見ながらおそば食べれるってすごいいいですね。これがうまいと有名なお水です。いただきます。はい、あー美味しいまあなんか水がうまいからそば、うん、も余計にうまい。そうそうそう、なんかね輝いてるらしいんですよね麺が。あ、そうなの。そう、あ、今回頼んだのが、うん、一番おすすめのきめんそば。きめんって何かわかります？この地にまつわる伝統の鬼の麺です。はいさっき聞いたら、はい、なんか山、山の名前、山の名前を取ってる。うーん、はい、ちょっとね名前だけ見ると恐ろしいそばですよね。はーい、うわー、ありがとうございます。本当に輝いてる。なんかさ透明じゃない？こんにゃくみたい。こんにゃく。こんにゃく。確かに。ね。透明感がすごい。透明感あるよね。美味しそう。小鉢と天ぷらで。はい。そっか、セットなんですもんね。うわ、超美味しそう。はい。山菜は旬の山菜がつくんですか。そうですね。はい。今だと。取りたてですよ。おー、取りたて。生きがいいですよ。めちゃめちゃ新鮮。やばー、なんかさあんまお腹空いてなかったんですけど、はい、いざこの匂いを嗅いだらすっごいお腹空いたはいはい、もう美味しい美味しかった美味しかったいただきます。うーん、もっ、これすごい。いい音してます。うまっ。じゃあ天ぷらいっちゃいます。朝どれ天ぷら。朝どれ天ぷら、取れたてですからね。あ、うまっ。これね。うまっ。いやでもこのなんか天ぷらのボリューム、東京の居酒屋とかで食ったらなんかこの一皿で超高級山菜ですからね。あとこのこれとこの組み合わせが美味しすぎて、うん、ちょっとそばが足りないかもこの勢いだと。ちょっとじゃあこれも、これ美味しいわ。ごま油なのかな。あ、これ美味しい。あとこれね、はい、気になるよね。キクラゲ超クリーミー。これやばいよ、並ぶの分かるよ結構やってこうやって崩すとさ量入ってる。皆さん今お昼休憩中ですね、後ろでこれ和みますね、この景色。仲間に入れてほしい山菜料理はするんですか。山菜料理は食べる専門ですね。あの取りにも行けないし本当だ、山入るったって
大変ですからね、うん、やっぱきめんそばが本当に人気らしくて、うん、人気すぎて先に小鉢からなくなっちゃうことがあるんですってでそうすると、うん、まあ天ぷらそばみたいな感じでなるらしいです。 なんで本当早めに来てこれだけで美味しいもん。そうですよね、うん、なんかどぶろく付きのセットとかもある。なんかお酒にも合いそうっすよ。確かにこんな贅沢なことはないです。で、只見線で帰るんだ。ああ、そうですいいねこの川のせせらぎを聞きながらね、うん、地元の食材で、そうですね、地域の人が全部手作り、はい、そして1位を獲得するというもうすごくね最強のお店なんです。そば自体は毎回言ってもその、まあ、二流にぐらいだと思うんですけども、ただ魚沼の持っている底力、水だとか山菜だとか秋はキノコだとかそういうのをつけることによってグレードが上がる。今持ち上げられてるんですけども、なかなかそういう逆な評判にならないようにそれが真心込めてスタッフ一同努めています。なんかさ、そういうのを知って食べるとさ、はい、またちょっと違うよね。あ、確かに余計にうまい。うん、そのさ、地元じゃない人が来て美味しいって言ってくれるの嬉しいね。あ、そうですよね。著名人の方も来たりとか、うん、やっぱここさ、ちょっと紹介したいもん。確かに絶対喜びますよね、お客さんとか、なんか、ね、県外のお客さんとか連れてきて、いい店知ってんねみたいな、うん、並んででも食べてほしい、うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごいね、見て平らげました全部ちょっと小食の白田さんが完食するってかなりレアのケース。そうですね、やればできるっていうことが分かりました。これ初めて見ましたそうですよね、うん、マジ美味しかった、うん、食べやすいですね、なんかスルスルいけちゃう。あ、確かに大満足です。ありがとうございました。ありがとうございました。そばどころ平井支店は11月中旬までの土日祝日営業となります。営業時間は11時から15時で、なくなり次第終了です。魚沼市の山奥で楽しめる絶品のお蕎麦、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。